ボーカルをやっている友達から連絡が来て、あのさ、新曲作ったんだけど、ちょっとさ、エレキでコード入れてくれないかな、飯おごるからさ、って言って、そうやって頼まれてですね、その友達ん家に行きましたと。そしたら、すでにですね、こういうローコードで C、G、はい、この、コードストロークはもうすでに入っていて、じゃあ俺は何すればいいんだって言われてですね、あ、ちょっとなんか高い音域で弾いてくんないって言われたんで、とりあえずこうね、こうやって弾いてみたら、なんかさ、ポジションすごい動きすぎるから、もうちょっと一緒のところで、あと、ベース入ってるから、もう高いとこだけでお願いって言われて、さあ、ここで何が弾けるか、ここのスキルをですね、ちょっと紹介してみたいと思うんですよね。例えばこんな感じ。はい、これ知ってるね、コードフォームの一部で弾けないことはないんですけれども、大事なことは何かっていうと、C コードというのはドミソが鳴っていて、G コードというのはソシレが鳴っていて、そして Am というのはラドミが鳴っていて、F コードというのはファラドが鳴っているということですね。つまり、コードフォームを形だけで捉えていては、何の音が鳴ってるのか全然把握できていない。これは、ソロにもいろんな、あとコードワークにも全然広がらないわけなんですね。つまり、今これでですね、弾いてるのはドミソのうち、ミソドと弾き、次、G、ソシレの中で、レソシ。で、次、Am はラドミなんで、ミラド。F というのはファラドと。このように単音の束としてコードを捉えていけばですね、どんな箇所でだってね、例えばここで、ソドミで、次 G はソシレ、Am はラドミ、そして F はラドファと。こういうふうに、至るところでそのコードに合う音が見えてくる。こう夢のような話へと繋がっていくわけなんですね。で、これがまた、指板上のドレミファソラシドを覚えてい、くにもうってつけということで、このスキルアップに励んでいただければなと思う次第です。Thank you.